海洋大と展望台幸せの金海洋大は、北海道市別郡中標別町海洋にある丘であり、展望台がある名所となっている。標高271メートルの小高い丘で、1929から放牧地として使われていたが、1960年に、スキー場、翌1961年に、中標別中継局が設置された。 周囲に視界を遮るものがないので地平線が丸く見える。晴れた日には野付半島や国後離島まで望めることがある。地球の丸さを感じられる視界を近くにある無差だけが少し妨げているところから330度の視界を謳っているが展望台からの視界という点においては360度見渡すことができる。付近には北海道遺産の一つである。 混戦台地の格子情報風林がある。また、1982年に発表された佐々木譲るのツーリング小説、振り返れば地平線に登場したことなどから、1980年代以降は北海道ツーリングライダーの聖地として、ライダーの間では広く知られる。旧展望台は亀ハウスと呼ばれ、ライダーたちから愛されていた。 1995年に新しくなった、現在の展望台は2階建てで、入場無料。1階には、ハイジーの家という軽食、土産物の店が入っており、店主の通称、母さんはライダーたちから愛されていたが、2006年10月末をもって、閉店、2007年春からは、ハイジーの家にも、商品を提供していた町内のジェラートショップ、リスの森が店を構えている。 もともとこの丘は住民により、無差大と呼ばれていたが、1962年2月11日の第3回町民スキー大会において、所在地名の海洋より、当時の町長が命名した。なお、海洋の地名は1918年に同時に、学校ができる際、地名がなかったことから、火に向け発展する。太陽のごとく、平け流々発展するとの意で名付けられた。 1977年10月までは、全局が当地より放送を行っていたが、そのうち、NHK 釧路放送局の総合テレビと、教育テレビ、北海道放送、北海道文化放送が、隣町となる市別町の川北にある妹ら山に移転。そのため、地上デジタル放送へ完全移行する2011年7月24日まで、NHK 釧路放送局の FM 放送、 札幌テレビ放送、北海道テレビ放送の中継局が残っていた。なお、同日をもって地デジに完全移行したため、現在は NHK 釧路放送局の FM 放送だけが残っている。詳細については、中市別中継局を参照。東から、西西から東。ありがとうございます。